はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは。スシローハンナでございます。それではコズミックファンタジー2続きからやっていきましょう。前回ですね、このガラムの城下町につきまして、ちょっと探索してたら、ユウくんらしき人に、危ないところを助けていただいたところで、前回終わりました。で、町の探索ちょっと裏でしてたんで、あとレベル上げの方をしておきまして、バン君1レベル上がっております。バン君とピックかな。で、装備がですね、リムさんにサンダーソードが手に入ったのでね、町探索中に倒すから、サンダーソードが出てきたので拝借しておきました。で、探索中にちょっとイベント進んだので、ちょっと負け戻して、この人に話しかけたらさ、イベント進んだんだ。だから先になんか、やばいなって思ってやり直しております。すぐ切ったんで、話は分かっておりません。これ楽なんだよ。すぐタイトル戻れるからさ。で、おじいちゃん。ほうほう、お主らガラム軍と連中と仲が悪いようじゃの。あいつらが尻尾まで逃げていくのを見てすっきりしたわい。どうじゃその俺に何ぞは死んでいけることはないか。じいさん、なんとかして奴らに見つからないようにして、ガラム城に入る手はないか。何、城に入りたい。そんなことならお安いご用じゃ。これついてきなされ。これその荷箱の中に入るんじゃ。今日はちょうどさ、城に酒を運び込む日なんじゃ。その荷箱の中に隠れとれば、あとは眠っとっても城の地下室まで運んでもらえるわい。普通にさ、まあ、ここでセーブしに戻らすしな。あれ、調べたらせんの？検品とかせんの？せんのかな、ガラム軍って。ガラム、検品せんのかな？検品したら一発でバレると思うけど、まあ。多分これ入ったら進むんだよね。じゃあ行こうか。行こう。じゃあ装備はまあ防具だけ。これはちょっと窮屈ですね。キャーン！もうバンタラン！どさくさに紛れて変なとこ触んないでよね。やったか、俺何もしてねえぞ。バン、触るんならリムより私の方が大きいわよ。何ですって。やめろよ二人とも、そんなこと言ってる場合じゃないだろう。誰か来たみたいですよ。普通に入れてるんですけど、なんかバン君ラッキースケベしてるやん。なんなんいてててて、全く手荒いの使いやがって。あ、見つからないように、早くララさんを探しましょう。ララを、ララの前にタンスチェック、エンカウントなんかしねえ。タンスチェック、二箱チェック。何も入ってない、チェック、オッケー。行こう。いいんだよね、これ。普通に来たね。あ、でも。普通の人もおるね。あ、エンカウントするんだ。エンカウントするんだね。ピックそれじゃないよ。え、そうそう、それ、リムちゃんのそれね。これが強いんだよね。サンダーソードって。で、おそらく、いい装備があると思うから探索するね。あ、間違えた。クソみてえな技使っちゃった。あ、でも倒せた一体だったらいいや。クソみてえな技っつったわ。クソみてえな技。実際クソみてえな技なのよ、それ。いいね、いいダメージ。みんないいダメージ出すか。お手ダメージやめようか。でも被弾も高いね。だいたいこういうのは端っこになんかあると思うけど、ララ様のお部屋ですか。それでしたら、この城の離れの一室がララ様のお部屋になってますけど、今はララ様はこの城にはいらっしゃいませんけど、え、じゃあどこ行ったの、ララ。ララ、ララじゃねえよ、おめえ。行って。先生、どんな。ちょっと魔法でラティションしといて。ピック、ピックごめんな。無駄な魔法一回使わしてごめんな。ピックの装備もさ、全員セールアーマーにするのにさ、なんでこんなに被弾高いんだろうね。だいたいこういうのって端っこにさ、宝箱があるんだよ。ウィッチはもう余裕だね。ウィッチ 4A からさ。ウィッチはこれ114とか入るんだよ。これ固定ダメージのせいでさ、あれなんやけどさ。G キューブがよくわからんな、あれ。こんなやつおった。
やっとキューブっていう敵はおったけど、こんな敵おったっけ。でもこいつそんなに強くないけど、ちょっとピックの被弾が高い、やべえなピックの被弾高いにやばいな。あ、でも経験値うまうま、経験値うまうまだ。大体こういうところにさ、宝箱が、宝箱がない。マジで階段行けばいいかったんかな。いや、まだや、まだ上がある。信じてる、私は。ガラム君を信じてる。私はガラム君のこと信じてるから。ガラム君信じてんで。なかなかダメージ受けるな、でも。いくサンダー、サンダーじゃなくても、ああ、いっか。キューブ倒せたらいいか。このさ、リムちゃん、じゃあ、兄ちゃんとバン君の、お手ダメージがちょっと弱い、痛いよね。弱くなるけんさ。こういう硬い相手にはいいんだけど、そうじゃない時が多いから、弱るよね。あるじゃんあるじゃんあるじゃん、あんちゃん、ガラムくん、ありがとうよありがたく拝借、お借りするだけやけんね。全部戦いが終わったら返しに来るけん。大丈夫大丈夫。監禁なんかしませんよ。大丈夫だよ。何を焦ってるんだい、ガラムくん。ガラム君の宝箱何が入っているのかな。ビッグレベル型センキュー。これは来た、これ来た、これ来た、これに、あ、お金、はい、お金はいい。やった、パン君めっちゃ強そうやん。聖なる盾とかさ、やば。盾、じゃあ黄金の盾別に買わんでもよかった説あるな。え、めっちゃいいじゃん。え、3つ入るんかな。いや、でもなんそれないか。多分盾と剣と防具ぐらいだよな、一個ずつ。多分な。わからんけど。わかんねえよ。いや、でも助かるわ、こういうの。いや、お金が結構厳しいけんさ、現状。まあ、回復はピックでどうにかなるんやけど。あ、レムちゃんレベル上がった、1009。もうなんもない。エンカウント高い。あ、バスターマシンだ。やべえ、さすまたこれだ、される。さすまたこれだ、じゃん。またこれだっつってもわからんだろうけど。バスターマシンちゃん。だからなんだって話だけど。いや、ブラックユンかと思ったけど。ああ、宝箱、あんじゃん、あんじゃん、あんじゃん。ブラックユンじゃねえよ。なんだって、あんま、なんかバスターマシンいっぱい来んだけど。ガッシュ、金色、金色じゃねえじゃん。おいおい、金色で来い。ガッシュ、勝て。あ、勝てんやつにはこの固定ダメージね。アクリルガッシュの方かな。絵の具の方かな。アクリルガッシュっていう絵の具があんねんけど。そっちかな。ガッシュ倒しちゃった。で、バッサ、さすまたこれ出して。なんか量産機だね。ガンダムに出てきそう。ガンダムに出てきそうな量産機だね。ガンダムに出てきそうな量産機じゃん。でも、あ、強いね。強いってか、体力高いんだな。ちょっと回復しようか。レベル上がらんから、ピック頼む。プラティション、デバン君と、アニーちゃん自分で回復できるんで、ラナ3で回復。ラナ3の方が燃費いいか。ラナ3で行こうか。ラナ3もね、ほぼか。前回かと、まあ、玉座の前行ったイベント起こりそうやから、先に、ん？じゃ、玉座の窓奥か、あれ。あんたからも取りに行って、大丈夫？イベント発生せんよね。ボスとか言わんよね。まあ、ないか。ないよな。こんなだって、ガラムちゃん乗り込んですぐボス戦は多分ないと思うから、だいたいラーラーの部屋に、ラーラーの部屋行く？ラーラーおらんって言われてて、ラーラーの部屋行ったらいい？かな。え、とりあえずガラム見つけてぶん殴るんがこの目的やろ、今。ガラムじゃ来たんやけんさ。これでさ、いや、でもあんな民間人にさ、ネタバレ食らったらさ、そこにいないよ、ヒロインって言われてもさ、ララいないよ、ここって言われてもさ、困るんだけど、普通にイベント発生しねえわ。敵だ。イベント発生してんのはありがたいね。これ、玉座の間の裏にさ、あ、都市階段あるとか言わん？竜王みたいなさ、
竜王の裏手に階段ありますみたいな、あの感じじゃない？大丈夫かな？いいね、固定ダメージでもだいぶ、そうだね、いいと思うな。固定ダメージばっかりか、通常ダメージがあんま入る。あ、そうだね、普通に。階段だ、階段だ、階段だ。いいのか、階段で。マジマップ情報見たいんやけどさ。なるだけ攻略はさ、魔法とか装備の効果だけにしよう、するっていうセオリーでやってますんで、うちは。あのね、本番に行き詰まった時だけマップ見るんですけど、これぐらいの広さやったら全然いいんじゃないか。動画時間今まだそんなに長くないし。あ、ガッシュが強えな。ガッシュ強え、やべえな。なんでこんな、こいつなんでこんなに硬い、硬いだけなんだよな、でも。あ、聖なる盾2個目だ。じゃあ、リムさん先。神倉庫だから。トクトラムってなんだっけ？トクトラムってなんだ？まあ、いいか、リムちゃん戻って。聖なる盾トクトラムにしとこうか。トクトラムってなんだろうね。あ、めっちゃ宝箱ある。助かる。普通の一般ってか、給仕しょる女の人いっぱいおるね。これでアリムちゃんもだいぶ防御上がったと思う。バン君とかめっちゃ硬ない。あ、じゃあデスナイトで弱い敵や。ちょっと前の敵やから弱いんだな。なるほど。まあ、ガッシュに固定ダメージ入るのはデカめちゃんやけん。このね、6時固定ダメージだいぶありがたい。アトム弱かろうて、こいつは。弱かろうてって言って固定ダメージ。固定ダメージしか入ってないけど。あ、いいね、100ダメとか入んじゃん。いいじゃん、いいじゃん。すげえじゃん。アンプルだ。アンプルって何？待ってね。えい。アンプル。え、シリ。アンプルってなんだろう。アイテムでアンプル、消耗アイテムでアンプル、あ、エリクサーだって、エリクサーだ、実質エリクサーだった。これもう待て、もう調べる。レアクイーンって何？なんかメイクイーンみたいなさ、ジャガイモのジャガイモのブランドみたいな感じになってるけど、品種かな。レアクイーン全体に90ダメやって、威力85の90ダメか。どうしようか。いや、ここは相手の、リムちゃん。相手のリムちゃん。ピックは多分離脱する可能性が高いんで、ユウくんが出てるってことは、ユウくんが加入するんだったら、多分アニちゃんと、パンピックリムじゃないと思うね。サヤ絶対嫁連れてくると思うから、ユウくん、嫁はん絶対連れてくると思うから、こういうところ。それ考えると消去法的に、このメイクインは、バン君じゃなくて、あんてリムちゃん。絶対ラストだ、発煙筒って絶対逃げれるやつか。だからバン君とリムちゃん最優先でいいと思うのよ。で、バン君は多分、でもこれラストダンジョンかな。いや、でもだったら4章短いと思うから、短すぎると思うから、めっちゃメタ読みしてるけど今。一旦回復しとってもらおうか。全体全員回復とかあったら強いんだけどね。さすがにぶっ壊れるか、それ使ったら。さすがに壊れちゃうか、ゲーム性。よいしょ。勉強、全回復だ。これ正規ルートでええんかな。あ、ボス部屋だ。ボス部屋だってなんだ。話し声が聞こえる。アーゲンよ、例の計画でうまく進行しておるのであろうな。え、メガ様、すでに第一次計画のための資材は全て揃っております。メガだってアルタイル、クラン島における地下要塞施設も完成まであと一歩です。新兵器ロボットも投入は終了しました。ロボットということはやっぱりここの、技術じゃないよね。外の宇宙のさ、他の星の技術入ってるよね。うむ、くれぐれも、連邦警察やコズミックハンターともに気づかれぬように。コズミックハンター見習いがここにおるけど、
作業を進めるのだぞ。良いな。この惑星エリアは銀河連邦の加入者がおらぬ。いわば法の盲点だ。この惑星全土を我々宇宙海賊の要塞惑星に改造して、一気にこの銀河宇宙の無事に乗り出すのだ。ベガって。こちら、貴様は、ベガ、お前なんか思ってるよりポテッとしてんな。やっぱり宇宙海賊が絡んでいたね。こちらのリム様なんて言ったってのはコズミックハンターなんだぜ。黙って聞いてりゃ好き勝手なこと抜かしやがって、このイデアを改造するだと。ふざけるな。アーゲン、これはどういうことだ。あ、ベガ様申し訳ありません。強い装備を取られてしまいました。こちらはこのハーゲンが責任を持って抹殺いたします。面白い。今度こそ決着つけてやるぜ、ハーゲン。行くぜ、ハーゲン。ホルクス、ハーゲン。ハーゲン、お前そんなに痛みやったっけ。じゃあ、ノーラムチャレンジ。ナイス、ノーラム。バイカーある？バイカーはない。デッカーは違う。ラティってなんだっけ。皆さん調べまーす。アームはどこ解除やったはずや。変わってなかったら。魔法。魔法一覧。おいで、魔法一覧。ラッキー。ラッキーは、あ、全体回復だって。アームってなんだろう、あんまり補助魔法だよね、多分。やっぱ毒回復は変わってないんだな。毒と体力回復だったらよかったんやけど。じゃあもう素殴りでいきましょう、ここはもうみんな。もうね、ノーラムチャレンジは進んでるし。いいね、ピック。ハーゲン強いんかな、ひだ。あ、そうだった。ノーラムかけてるんだった。やば。やば、今。いや、相手の攻撃力ダウンとかない？ないよね。ねえ、ラナスより250の回復か。アミちゃんはもうひたすらラナスと言って。一番燃費がいいんだ、君の魔法が。で、戦う。と、79いいダメージ。バイカーがねえのがちょっときついなぁ。バイカーって誰が覚えるんだろう。やっぱサヤちゃん専用なのかなぁ、バイカーって。バイカーがないとめちゃめちゃきつい。とりあえず、もう、一人が回復職に回って、あとはみんなで殴れば怖くないやから、278固定ダメやと思うから、全員一応圏内やね。一撃圏内に入って、一撃耐えれる圏内やけん。274。多少誤差ありきぐらいやから、全然、魔法でラナ3で回復で、いけるね。いけるいけるいける。250前後か。ちょっと乱数入るんやね、ここ。あ、で、リムちゃん今固定ダメか。兄ちゃんマジでもうずっと、ラナしかしてないけど。いやでもまあね、この二人、マン君とリムちゃんがスクリーンな状態が一番いいから。マン君、リムちゃん、どっちかが落ちたらちょっとめんどいけど、大きいダメージ入んじゃん、やんじゃん。え、バン君結構防御強いんだけどな。ちょっとピック全回復だと思う。オッケー、ナイス。そうだね、一撃圏内。250足しても一撃圏内に入っちゃってる人はもうピックを回復するようにしよう。あとはもうアジンちゃんで。いけるやん。いけるね。やっぱ強いな、この集団。やっぱ4対1ってやばいな。4対1は卑怯な。だから今は1対1だ。ピックたまにはあの固定ダメ、通常ダメでもいいよ。リムちゃんもね、もう90ダメージ全体でやばい。普通にぶっ壊れてるよな。一撃圏内がいいよ、これ一応。ラナーで回復。300超えた、300超えたね、サンキュー。300超えとったらとりあえずは大丈夫だから。ちょっと、リムちゃん、あなたが一番打点高いよ、ケンさん。武器の打点高いあなただったから。ピック回復、頼む。サンキュー。で、その時は兄ちゃんが殴って、で、見て、ナイスナイスナイス、いいよ。バグもいいね。で、兄ちゃんは自分で回復できるから回復しといて、ふふふ。強い、この集団。この集団、ハーゲンよ。全体攻撃できなくて悪かった。ハーゲン？じゃあ、ピック、お前固定ダメ。
確かに、よしよし、ナイスナイス、5000ポイント、ナイス。くそ、だらしのないやつだ。あ、逃げんのか、大学様もここで死んでもらうぞ。逃げんな、卑怯者。出かけりゃいいってもんじゃないぜ。驚いたか。このバトルマシンで貴様ら一人残らずひねり潰してくれるわ。誰か。貴様何者だ。コズミックハンターユウ。コズミックハンターだと。うっそー、本当に本物。宇宙海賊ベガ、お前の企みは全て調べさせてもらった。諦めて観念しろ。おのれ、ここまで進めてきた私の計画、貴様などに邪魔をされてたまるか。マジか、マジか、体かも。マジか。勇者、勇者。キックがいいね。キックがいいね。あー、兄ちゃんになってる。お兄ちゃんになってる。ピックじゃねえの、そこ。でも、ゆうくん。やったじゃん、ベガぶん殴ってやろうぜ、ゆうくん。ゆうさん、お力、お借りします。コズミックハンターの力をお借りします。行こう。じゃあノーラムチャレンジ、ノーラムチャレンジ、機械に入るかな。あ、ラティション覚えていいよ。レベル上がってんな、レミちゃん、地味に。気づかんうちにレベル上がってるよ、ルク様。うわー、強そうな技いっぱい覚えてんじゃん。出た、チート技。スルースルーだろ、やっぱスルーでいいんだよね。スルーって前作やったらさ、言ってたんだよ、ずっとさ、全攻撃クリティカルになるやったから、いいんだよね。効果なしになってるんですけど。おい、待て、うちが見よる、一覧表、効果なしって書いてるんですけど、ちょっと待てよ。メディテーションは回復やろ。アイスウェーブは全体、じゃ、一体ダメか。でも一体140ダメやって。あ、アンスリーも。120ダメ。サイコシールドでもいいかもな。ここなしって書いてるわ。防御上がるんじゃねえかよ。防御なしじゃないんだね。アイスウェーブでも叩き込むか、とりあえず。ファームでユース。アイスボム、アイスウェーブだ。140いいダメージ。バンクぶん殴れ。強いけど、ユウくん勝った。アニちゃんはラナで回復。サヤちゃんは奥さんどこだよ、おめえの。おめえの嫁どこ行った。ん？ん？なんか今エフェクト変じゃなかった？気のせいだよね。多分気のせいだよね。気のせいだよね。リミちゃん、もう一回固定ダメージ出してくれへん？ちょっと、もう一回頼めろ。ユウくん殴って。あ、ユウくんの子、あれか、エフェクトかな。100固定ダメージ強ない？ユウくん。やばない？君、やばいことしてんね。一瞬さ、これ、サンダーソードに変えられてないっていう、ピックのさ、思ったけど違うの、違うって思ってね。ゆうくん、固定ダメージじゃなくて通常ダメージを見せて。うん、ゆうくん狙いだね、ずっと。ゆうくん狙いはちょっとやばいね。アニーちゃん回復、頼む。天空。300近くっていうだけか。300超えとったらどうにかなる。ゆうくん殴れーやけど固定ダメだね、ずっと。固定ダメでもまあだいぶいいんだけど。アニーちゃんで回復忘れるから先に絶対回復。いいね。やっぱリムちゃんエフェクト変わってる。60ダメージ、やっぱりあれサンダーソードに切り替わってるわ。
ピンクが持ってたサンダーソードがそのまま配置になってる。なんてこったなんてこっただ。まさかだよ。やべえ、サンダー、兄ちゃんちょっと県内行く前か。サンダーソードになってる、リムちゃんの装備が。ピックが上にずれてさ。ピックがずれたんだ、ピックの分が。絶対そうだ。リムちゃん！じゃああれが、そのまま、そのまま、そういうこと、そういうこと、スーパーマンめっちゃあるな、お前。え、そういうことかな、そういうことでいいんだよね、きっと。いや、でも、多分。いや、でも、いけるよね。え、で、リムちゃんの装備が、ピックになってるってことだったら、今ね、治るんかわからんけど。治るかがわからんけど。え、ちょっとまずいな。ちょっとまずい気がするね。やっぱこれサンダーソードだよね。60ポイントやもんね。90ポイントじゃないもんね。まさかのバグだな。バグが来てる。バンク、バンクラディションだ。バンク行け。こいつ勝ってえな。あ、通常攻撃の方が強いじゃん。アニー、アニーフレッシュ。おっかく。一気に直していこうじゃねえか。ゆうくん殴って。ゆうくん通常ダメの方が強いね。けん通常ダメでお願いします。バーン、バンバンバーン、バンバンバーン。はい、うん。ちょっとリムちゃんの装備切り替わってんのきついな。あ、倒せた。よかった。あ、先輩とタッグ。踊れ。この礼は必ずさせてもらうぞ。おめえ一体。自己紹介後にしよう。とりあえず僕の宇宙船、アルジャーノまで行こう。アルジャーノ、アルジャーノついた。ピック心配したでしょ。お父ちゃん、心配かけさせてごめんなさいでし。よかったわね、ピック。リム、君の取った行動は、リム規定に違反しているが、結果として今回の宇宙海賊ベガの計画を突き止めることができたんだ。お手柄だね。ゆうさんに褒めていただけるなんて光栄ですわ。褒めてるかどうかはさて、まあ、褒めてるかいいか。とにかく宇宙開発が絡んでいると分かったからには、僕たちも表立った行動が取れれたわけだ。腕が鳴るっち。でも宇宙開発たちはどこに隠れているのかしら。奴らはこの星から脱出した形跡はない。おそらく要塞を建設中のグラントだろうね。ば、こうしちゃいられないわ。一刻も早くグラントに渡って。おや、クリアじゃないか。一体どうしたんだ。ばあさん、私たちの砦がガラム軍に奇襲を受けたの。砦に残っていたレジスタンス軍のみんなが一心防戦してますが、ここまではいつか。何ですって。ばあはユウさんたちと一緒にクラントへ行って、砦の方へ私が稼ぎに行くわ。ばあ、あなたは一日でも早くララさんを助けてあげて。兄ちゃん。バイちゃん、ピックを助けていただいて、俺に足も貸しにいただかせていただくしよう。あとで料金取らんよね、お前。にゃん、そんな大きなこと言って大丈夫だっちか。もんもだ、ほんとに。ひひはは、任せるでしね。ハイパーバズーカーにメガランチャー、スーパーボムにアンプル剤、ニコヤン印の足のアイテムはこれだけあれば、怖いものはないでしよう。まあな。よし、もんも。もんもはにゃんと一緒に行って。みんなを助けてやってくれ。もう来んの、こっちに。任せるっち。おいらはバイシャンたちと一緒にクラントへ行くでしに。ダメですよ、ピック。ピックはここでお留守番するでし。そんなのつまんないでし。つまんないで来るな、子供。ピック、これ以上お父さんを心配させちゃダメよ。おい、嫁はん、さやちゃん。ふにー、わかったでし。さあ、クリア、続けましょう。バイバー、兄ちゃん、ありがとう。あーにゃーん、もう。行っちゃった。あ、帰ってきた。何？忘れ物？バン、またお別れね。今度はまた会える、いつまた会えるかわからないわ。これを受け取って、バン。何くれる？セルトラム。じゃ、バン君。ザルトラム。バン君3つ持ってるから、リムちゃんしか持ってない。バン。私、バンに出会っていなかったらきっと、今までの20年間、生きては来れなかったわ。ありがとう、バン。
え、バン君モテモテじゃん。私サヤって言います。よろしくね、バンさん。最強の女来たぞ、前作最強の女が。バン、僕たちはこのアレジャーノで一気にクラントに突入しよう。いやダメだ、クラントにはラーヤがいる。ガラムに気づかれたら。よし、それならアレジャーノで海の中を潜ってクラントの南部に渡り、そこから上陸しよう。そうと決まれば出発よ。いえ、サヤちゃん、やったぜ。おお。MB 入った、あんだけかい。なんかあると思って黙っちゃったじゃん。レベル上がった、センキュー、装備。さやちゃん、フォトンサーベル。フォトンサーベルやん。やったぜ、おめえ、フォトンサーベル、騎士の、騎士のマントはあれか、そんなにやけど。セーラーマ、セーナル、ハンドガンがついにアイテムじゃなくなっている。なんでこんな外れてる。あれ、なんでこんな外れてた。あれ、装備させたよね、聖なる盾のセールアーマーってと。レアクイーンにしてたよね。え、レアクイーンにしてなかった、私。してなかったかな。いや、してた。なんでなんでセルドラムにしようか、とりあえず。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。いや、前作ヒロインのゆうくんとさやちゃんが仲間になりました。ありがとうございます。こいつらがいりゃ100人力どころがもう宇宙全部敵に回した。ガラム、お前は触れてはいけない。敵に回しちゃいけないぞ。敵に回してしまった。それでは次回の動画でお会いしましょう。せい、バイバーイ。